バイラルマーケティングとは、口コミを利用し、低コストで顧客の獲得を図るマーケティング手法である。情報の広まり方がウイルスの感染に似ることから、ウイルス性のという意味のバイラルの名を冠している。バイラルマーケティングという用語は、この手法でホトメールが急成長したことで用いられるようになった。ホトメールは電子メールのもとに PS ホトメールで、 無料電子メールを入手しようというメッセージが付け加えられており、これによって送信者の意図に関わらず宣伝が行われる仕組みとなっていた。パーミッションマーケティングの提唱者であるセスゴーディンによれば、バイラルマーケティングはアイディアバイルスの特殊ケースである。バイラルマーケティングは、バイルスを運ぶ媒体そのものが製品である形のアイディアバイルスなのだ。と定義している。アイディアバイルスとは、 バイラルマーケティングを成功させるために必要なブレークしやすいメッセージを指す。口コミを人為的に発生させようとするものはバズマーケティングと呼ばれる。バイラルマーケティングは口コミを利用するため、その広まりを企業が予測できず効率的な宣伝にならない恐れもある。また、宣伝であることを隠して紹介された場合、消費者を騙す行為だと批判されたり、国によっては違法となる。 ありがとうございます。